っしゃー。俺思うけどさ、もう住みないと解明したら。なんでですか？でも、もうバンバン娘って言ってるもん俺ら。で、俺も消えて誰も言わんやん。なってるやん。解明っていうか、戻す。どうも。いやもう言いなれんもんね。ああ、そっかそっか。最初からね、名前知ってると。キーさんって別に言いなれんやろ。うん、全然夢落とした時に。いやどうしよう。サトル君はあってもサトルやけんさ、間違いないけどさ。まあまあ確かに。ああ、何しよっかね、企画。ああ、うまいな。うまい。で、おい。え？何してんすか。ちょっと、ここ。いいんすか。何が？何が？カメラ回ってるんすか。回ってるんですけど。何してるんですか、あなたは。いや、巻いてんだよ。やる気あるんですか、マジで。俺しか今、喫煙者がいないから。いや、これちゃんと、あれだよ、タバコだから。本当にタバコっすか。タバコだよ。本当にタバコですか。ターキッシュエンブレンディ、シガレタバコ。で、こっち高いんよ、タバコは。そうね。日本で今、1箱480円。それでも高いんやけど。あ、俺、こう、こう、とか言っちゃった。どこの時に吸ってなかったけど親父がね、親父のでもこっち、一箱円でいうところの1,200円するよ。やばくない？箱一箱、うん、しかもなんか見過ぎて違うんですね。そうなんか、え、こっちの方が安いんですか？そうなの、これをね、言いたかった。巻きタバコ、これ葉っぱが入ってるの、中に。で、ここにペーパーがついてて、で、これを自分で、あ、セットになってるんですか？そう、自分でこう葉っぱ詰めて巻いてこうタバコを作る。でもさ、俺さ、最初さ、こっち来た時知らなくてさ、え、こいつ何してんのって思ってさ、タバコだと思わないからさ、なんか悪いもん巻いてんじゃないかと思ってさ。で、俺ね、来た時に高いしどうしようかな、巻きタバコなんかかっこいいなと思っちゃって、かっこいい。で、巻こうって言ったんやけど、まあなかなか上手に巻けないんだよね。今でこそこんなもんパパパパって本当にもうなんなら歩きながらでも負けるぐらい。なんかよく言ってて。そうそう。なんで今日は二人に巻き方を教えてあげる。おー、いいね。役に立たないけどね。でも日本のやってみたかった俺も。そうやろ。まあ確かにやってみたい。なんでレッツロールシガレット。早速巻いていきましょう。お願いします。こうやってペーパーがあるんでね、うんうん、これを一枚取ります。ティッシュみたいなんで、ね、こんな感じで映るかな。この白い面と全く何もない面と若干糊がついてる面が多分すぐ分かると思う、うんうん、でこれを 色がはっきりしてる。これを手前で、俺の場合人差し指と中指でこの感じ挟むで、この中にカップが入ってるんでこんな感じでね。俺ちょっとフィルター一緒に入れちゃってるんだけど、普通は入ってない。フィルターはこうやって出しますね。うん、いろんな種類あって、ちょっとね、湿気ってる、湿ってるやつもあればこんな感じで乾燥しちゃってるやつもあって、これはタバコは乾燥してるタイプね。で、あ、もう匂いがすごい。そう、匂いする。匂いめっちゃする。で、まあこれ適量なんだけど、好みなんだけど、俺は大体こんぐらい。餃子巻いてるみたいな。確かに。で、お好みでそのフィルター、これもサイズがね、大中小とかね、こう細い太いとかあるからね、これ細いやつ使ってる。で、これを俺から見たら右側に入れます、こうやって。 OK？ はい。で、これを挟んでこうくる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 、ね、これだな、ポイントはしていくんですよね。そしたらペーパーもこの中の葉っぱもだんだん形がこうできてくるの。へえ。このくる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 して、匠の技ですよ、ここは。くる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 しますね。で、最後は手前までグッと持ってきて、ここで親指で爪でグッと中に入れる、うん、ここもこうグッと入れる、うん、そしたらあとはそのまま巻き込めばこうなりますね。で、あ、この糊の部分だけ残して、ここにを舐める。で、舐めた後にくるって回すと、ここがくっついくんですね。へ、え
愛情たっぷりじゃん。これ結構ね、簡単そうに見えるやん、うん、最初マジできんけん。で、この辺とかたまにさ、こう最後巻き残しっていうかこう、こういうのはさ、ちゃんと取っといて、こぼさないようにこぼさない中に詰めていけばちゃんと今のフリやよ、完全に。いやいやいや、言えば無駄が出ないっていう、こういうことになってます。二人もやってみてください。はい、そんなご丁寧に。え、これが上ですよね。のりしろが、のりが上。そうです、手前に来ます。こうですね、2本で手汗かいてる、プルプル震えそう。汚い、回して回して汚い、美味しそう。髪がめくれちゃいそう。あ、でもなんか初めての人はいいんじゃない。あ、そうなんだ。え、でもまだ余裕がある、ちゃんと。そう、もうね、締まらない、スカスカなんだよね。要はスカスカとはこのさ、これ吸ってたら途中で、うん、葉っぱが落ちてくる。あ、落ちそうだね、締まってないんだよ。うん、もうね、タイトじゃね。こうしたらもうほら、あ、落ちてくるでしょ。なんだ、フィルターの方も多分落ちてくると思うんで、ほら、スルスル、こうやっちゃうんだよね。そうなんです、こうなるんです。なんかなんですか、量もね、結構ポイントなんだよね。ちょうどいい感じ。うん、そんぐらいかな。まあ、ちょっと多いかな。ちょっと多い。うん、次、待って、次ね、うまいんじゃない？いや、全然ダメ。ゆるい？ゆるい。スカスカ。じゃあ判定いきます。スカスカです。先生、スカスカです。スカスカだね。スカスカです。二人とも共通してるのはやっぱり、こう逆さにすると多分出てきちゃうんだよね。こうすると多分。こうなるんですね。そうなんです。よし、もう私は巻きません。そうね、もう私は巻きません。吸わないなら正しい。巻きません、嫌です。難しかった。難しい、パンパンだわ。あ、ゆっくの…あ、出てこないでしょ。本当だ、パンパン、うん、キーさんの。あ、全然違う。じゃあね、今日習ったことを生かして、はい、みんなで競争していきたいと思います。はい。絶対負けねえぞ。いやいや、じゃあまあ、2人先に葉っぱ詰めていい？あ、ハンデ出して。よーい、スタート。俺もうさっきはね、まずとそうやってたの。あ、ね、いきなり負けたらさ。ひどくないっすか？嘘でしょ。はい、終了です。ということで、この動画が面白いと思ったらグッドボタン、待って、チャンネル登録お願いします。概要欄もぜひチェックしてみてください。じゃあ次の動画でお会いしましょう。まだ終わってない。ここは座らない方がいいですからね。あと海外に来ても調子乗ってマリファナとか座らないように。いっぱい売ってるから、その辺で。スカスカのができた。スカスカタバコ。待って待って待って、最後までご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、グッドボタンぜひお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。皆様、笑顔一日頑張りましょう。ゴー